はい、こんにちは。日本改革党豊島区議会議員、忽田良でございます。近藤辰之様、近藤隆節様、ご支援ありがとうございました。何度もご支援いただき、恐縮であります。ありがたく頂戴して、政治活動資金させていただきたいと思います。東京地区支部長募集であります。動画説明欄のもっと見るっていうのをクリックしていただくと、募集ページの URL 貼ってありますんで、よろしくお願いいたします。行動保守運動のゆるい連帯懇親会に、ゆうべ行ってまいりました。休校を温めてまいりました。50人ぐらい参加したんですけど、懇親会。3分の2ぐらいは、知ってる人だったかな。全国から北海道から関西から集まったので、初対面の方も多かったであります。いろいろと有名な荒牧さんですね。関西の方では有名な方であります。この女性は、荒牧さんの奥様だそうであります。おにぎりさんですね。スクランブルデモにも毎度来ていただいてありがとうございます。桜田修正さん。修正さんも おにぎりさんに連れられて来るんだが、毎度来てもらって、ありがとうございます。私、抗がん剤の副作用で耳遠くなっちゃって、高音が特に聞こえなくなっちゃってですね、ってこう聞き返すこと多いんですけれども、修正さんと喋っててですね、修正さん左耳聞こえねえのって話、聞いちゃいまして、そうだったな。なんか小さい頃、親に、壁に耳を押し付けられて、で、聞こえなくなっちゃったなんて、いや、かわいそうだなぁ、ちょっと思いまして、全然知りませんでしたよ。上には上がいるなぁ。ちょっと耳遠くなったぐらいで、悲しんでらんねえなぁ、なんて思いましてね。桜田修正さんにですね、ゆうべ坊主さん、坊主さんって言うんですけど、昔私、スキンヘッドだったんで、右翼活動家だったんで、修正さんにですね、坊主さんは失うもの何もねえよね。なんて言われちゃいまして、修正さんには言われたくねえな。なんていうことですね。まあ面白い一回でありました。初めてお会いした人も多かったであります。元在徳会のですね、埼玉支部長の道添さんとか、神奈川支部長の河合さんとか、あと現、会長の八木さんとかね、あとは埼玉の方なのかな、極洋会とか一洋会とか、まあ凱旋なさってる方とかですね、北海道の渡辺喜楽さんとかですね、そういう方とお会いしてまいりました。引退された元左翼の方から情報提供ありました。メールいただいたんですけど、パヨ山の仕組みですね。これ実数の10倍を左翼が10倍して発表してしまうっていうですね。100人のデモだったら1000人って言っちゃう謎のパヨ山の仕組みなんですけど、まあ本部からですね、丸々総がかり集会には丸々パーセント、各支部丸々パーセントの人員を動員せよって指令が下るそうであります。つまりですね、20人の、党員がいるとこだったら、50% 参加せよって本部から指令くと10人、出さないといけないんですけれどもね、各地区がこれを水増しして報告します。〇〇地区支部、〇〇人、参加、〇〇パーセント達成。本当は報告してる数に全然足りねえ。10人参加っつって5人しかいねがったりする。で、地区の支部の数、報告受けた、その上の支部がですね、合計計算しますよね。地区支部層を全部足すと、〇〇人か。よし、水増ししよう。つってですね、〇〇区支部、〇〇人参加、〇〇市支部、〇〇人参加と報告する。そうするとですね、これをさらに上部の組織が報告受けて水増しすると。〇〇しと〇〇しと〇〇しと〇〇し、これ全部合計すると、〇〇人か。〇〇県支部、〇〇人参加。ちょっと水増ししよう。つってですね、これをさらに本部が水増しするんだって。〇〇県と〇〇県と〇〇との、報告では、〇〇人合計になってるはずだ。ちょっと水増しすっか。なんつってですね、それをさらに水増しと。つまり3段階、4段階ぐらいの水増し、を受けてですね、主催者発表が大体実数の10倍になる仕組みがこれと。これ毎回2倍にしてたら、3回報告したら2の3乗で8倍になりますもんね。結構2割ぐらい増しとくかなんつって、本部が、ちょっと持っとこうか、悪気なくても、10倍になってしまう仕組みが、これ、だそうであります。まあ、本人らも薄々は分かってんだろうけど、左翼にはですね、事情って概念がないんで、これからもこれでいくと思われます。まあ、責めるとね、責任追及するとね、相手も決して謝らない左翼。謝ると死ぬっていう性質ありますから、左翼はね。じゃあもうやめますなんて言われると、元も子もないですもんね。日本人の敵、毎日新聞調査、参院選、比例投票先、自民党32、プラス1、維新 15%、プラス1、立憲 8%、マイナス4、共産 5%、プラス1、民民 4%、マイナス1、公明 3%、プラス1と。他は、誤差レベルであんまし変わんないですけど、立憲の下落が目立つ結果になりました。あとはほぼプラ1だのマイナ1だのばっかりなのに、立憲ばっかりマイナ4と、ネットの反応です。立憲共産党の支持率高いなぁ。野党第一党は維新になるのか。毎日でこれって立憲やばくね。これ毎日新聞の調査って、毎日新聞の OB が3人ばかし所属するですね、別会社に毎度頼むんだって、下請けに出すんだって。だから調査の数字の信頼性がですね、すげえ怪しいんですけど、だって3人ばっかで何できんのって話でね。しかも OB でしょやってんのが。毎日新聞の息のかかった気に入るような数字出すに決まってんじゃん。立憲共産党は防衛費が世界標準でも多すぎるとか、わけわからんこと言ってるし、2% で多いっちってんのかな。サウジアラビアなんか12、3% 言ってましたよ。共産党と組むからこんなことになった。立憲はもう、這い上がるの無理だな。維新以外に受け皿がないから仕方ない。毎日でこれなら、立憲死んだな、こりゃ。共産党はなかなかしぶといな。試験なんですけど、一度受けた洗脳は、それを上回る洗脳を浴びるか、死ぬまで解けない。そうなので、共産党はですね、国会議員が1人とか2人とか3人になっても、細々と生き残んじゃねえのかなーって予想いたします。今の支持者が全員ですね、いなくなってもですね、新しく共産主義に被れる場が、もうですね、100人に1人ぐらいはいるんじゃないのかな。令和信者みたいにね、新しく令和信者になる人、若い人多いみたいですけど、100人に1人のバカじゃしょうがねえな、思っております。立憲の下落が目立つが、連合と遠ざかったためかな。連合の会長なんか自民党の会合に参加しちゃったっつってますしね。連合の中で立憲を支持してるのは今は、自治労、日記予想、放送労連、通信労連、私鉄労連など、筋金入りの基地外左翼どもだけであります。こいつらむしろ日本経済破壊して、給料下がるようにやってんのね。ばっかだなーって、こいつらの孫も子孫も安い給料で苦しむのに、不景気で苦しむのに、本当の筋金入りのバカだなって思いますけれども、原発を動かして、電気代を下げてもらいたい電力労連、電気労連、自動車労連、化学労連などは立憲をやめてですね、民民を支持しております。トヨタ労連が支援しねえからっつって立候補を取りやめた立憲の現役衆議院も、いましたね。名前忘れましたけど。それと維新と民民が自民に不満の、受け皿に成長したんで、立憲は及び出ないって状態ですね。社会党の松江は社民党ですけれども、社会党にいた議員が多く立憲に残ってんで、例えば赤松とか、枝さつき、もう死んじゃいましたけど、戦国義人、死んじゃいましたけど、そういう連中社会党のやつだったのね。実質の後継者は、まあ立憲と言えなくもないですね。社会党の実質的な後継者。わけわかんないこと言っても、テレビがかばってくれる伝統もそのままであります。だって放送労連、立憲支持を公言してもね、頭が悪くて言動がバカみたいなのもそのまま受け継いでおります。社会党からね。では、維新と民民のどちらが勢力を増すのかって話なんですけど、共産は洗脳が強固であるから、細々生き残んじゃねえかって思われますけど、立憲はなくなる。そのうちなくなると私は思っております。では、維新と民民どちらが残るのかって話なんですけど、まあ、現状人気なのは、支持率高いのは維新ですけど、自民同様、中に変なやついっぱいいますもんね。大体オーナーの橋本徹からして頭おかしいから、最近狂気の発言が非常に多いですから、どうなんだろうな。これはまあ民民も同様なんですけど、民主党をぶっ壊した前原誠司とか、民民にまだいますよね。まあ前原みたいなイケメン枠は、カレーの劣化。年取って、おっさんになっていくと票を減らしていきますけどね。立憲の議席減は、確定的であります。左翼、新聞、毎日とか朝日とか、まあ産経以外全部っつったらもいいかな。悔し紛れにですね、きっとこう書きますね。多数の意見が正しいとは限らない。民主党が勝つだ頃は、これが民意だって言わせたのに、言うことコロッと書いから信用できないんだよね。それが民主主義だから。多数の意見を暫定で正しいものとして物事を進めるっつうのが、民主主義ですよ。だって絶対なんかねえんだからさ、絶対これが正しいなんて言えるものはないんですからね。参院選後ですね、立憲が惨敗して、朝日か毎日か、または両方、琉球新報、沖縄タイムズなんかもきっとこう書きますね。多数の意見が正しいとは限らないみたいなね。楽しみです。日本人の敵、毎日新聞。大貫智子記者っていうやつが長ったらしい社説書いてたんですけど、まあまあ要約するとですね、政府内に韓国をクアッドに入れる考えを持つ人はいないと言われた。だが、感情的にならず入れてやれ。いやいや、入れないっちゅうのは感情的に意地悪してるわけでねえもんね。まあ、長え社説書いてご苦労なこってネットの反応です。日本にも大きなメリットがある。腹抱えて笑った。ねえから。全然メリットになってね。どうやらですね、大貫は、韓国をクアッドに入れることは大きなメリットがあるとか書いちゃったらしいんですけどね。法則が発動するので無理。レーダー照射してくるやつを仲間認定できると思うか。後ろから撃たれる心配ある。レーダー照射して謝りもせず逆ギレ。これが敵国でなくて何なんだ。毎日の辞書では、実害がメリットって書くのか。台湾を入れよう。スパイはいらんと。試験ですけど、政府内に韓国クアッド入りを支持する人間がいないのは朗報ですね。これで毎日焦っちゃったのかな。無駄に長い文章で、祖国が心配で、たまにようですね、毎日は。まあ、バカ総理と比べて、政府内の防衛関係者は、さすがにリアリストが揃ってんでしょうね。照準レーダーをロックオンして、逆ギレすってことを、くめっかえって話。開示の正式の旗である旭日旗を入港拒否してってことを、くめっかえって話ですね。建国以来国是が反日のとこと、くめっかえって、とりあえず、竹島の不法占拠やめて、賠償金払えって。今まで不法占拠してました。ごめんなさいっつって100兆円ぐらい払え、そしたら考えてやらないまでもないですね。つっても考えても、やっぱダメだってなりますけどね。毎日がどこからもつやのか、世論調査結果であります。クアッド参加すべき。韓国内では 51.1%、帝国内では 11.4%、だったそうであります。韓国をクアッドに入れるべき 11.4% ね。1割強っていうのは、立憲と共産と社民の支持率合計すると、毎回このぐらいですね。前の比例投票先、立憲8、共産5、だから13ですか。まあ毎度毎度、国内の強固な脳みそ左翼、共産と立憲に投票しちゃうようなどうしようもない人らの率は1割強。まあこれもそうなんだろうな。韓国人の過半数がクワッと入りたいって意外ですね。ノージャパンどうしたんだ、忘れたのかって。すぐ忘れんだから。ノージャパンやってりゃいいのによー、毎日の主張を一部に要約するとですね、意地悪しないで入れてくれですね。毎日はあっち側の人間ですからね。敵国を連合に入れるばかりに、無能な味方、敵より怖いわ。ましてや敵軍ですしね。敵国ですしね。サイゴン陥落で、米軍はベトナム戦争に敗北しましたけれども、大きな原因がですね、勝手に押しかけて、手伝いましょうっつって、ベトナムにも来た韓国軍の民間人虐殺だったんですよ。これで民間人のですね、反感と憎悪を、米軍もついでに買っちゃって、買いまくっちゃって、地域の協力が絶望的になってね、道を聞いても教えてくれないとか、道を聞いたら嘘を教えられるとか、そんなになっちゃってね、曲げたと。韓国軍は強い者には滅法弱く、弱い者には滅法強いって伝統ありますね。あと状況悪化ですぐ逃げ出すって伝統もあります。帝国軍、朝鮮兵取扱手引書。すぐに逃亡するので、1名を日本兵2名で囲み、戦わせろ。これは記録に残ってるんですから、100年、200年ぐらいじゃ性質は変わりませんと。なんで毎日はこんな記事書くんだ。祖国を心配してるか、クワッとはぶられてることを毎日なりに危機感感じてんのは、こんなバカ記事書くよりですね、祖国の裏切り体質をなんとかしろって話のバカ新聞が。早く倒産しろ TBS ごと。毎日はどうせ今100万部ぐらいしか売れてねえんでしょ。毎日は TBS ね、赤坂近辺に土地持っててなかなか潰れねえっていうんだよな。残念ですけどね。TBS は後でなんとかすっとして毎日新聞早く潰れろ。このスパイども目がって感じでしょうか。5月4日 NHK スクランブルでも、渋谷で開催いたします。予定開けといてください。よろしくお願いいたします。デトックスジャパン。